カメネツポドリスキー包囲戦は、第二次世界大戦の東部戦線において、ドイツ国防軍に対して赤軍が行った、包囲戦のことである。プロスクーロフ・チェルノフツィ解放作戦、ウーマニ・ボトシャニ解放作戦を通して、ソビエト第一、第二ウクライナ方面軍集団は、ドニエストル川北方に展開していた、ドイツ第一総攻軍を包囲した。第一総攻軍は、 脱出に成功するも、車両、重砲などの重装備のほとんどを失った。1944年2月中旬、ドイツ第一装甲軍は、ウクライナ北西部の防衛に当たっていた。軍司令官は、ハンス・バレンティーン、フーベ上級大将。3個装甲軍団、すなわち、約20個装甲師団、もしくは装甲的団兵士団より構成され、 補助部隊を含めると総兵力20万名以上、南方軍集団の中でも最も強力な部隊であった。しかしこの時期においては、コルスン包囲戦で、包囲されていたドイツ2個軍の救出活動を終了したところであり、特に第3装甲軍団は戦力を一しく消耗していた。これと睨み合うソビエト赤軍第1ウクライナ。 方面軍集団を率いるゲオルギー・ジューコフ元帥は、第一装甲軍の重要性を把握し、この部隊を撃滅することによって、独軍戦線の難域を崩壊させるべく、攻撃作戦を立案した。ジューコフ時期卒の第一ウクライナ方面軍集団と、イワン・コーネフ元帥率いる第二ウクライナ方面軍集団は、 南方軍集団の戦線の南北両端で同時構成を開始2個航空軍を含む11個軍が第1装甲軍の側面をついて包囲スターリングラード攻防戦の再現を行いドイツ軍が全て降伏するまで包囲網を締め上げることとなったソビエト赤軍の構成による包囲の形成マンシュタインは全戦線にわたって 大規模な部隊移動が行われていることを知ったが、ソ連軍は同時に大規模な欺瞞活動を行ったため、攻勢の正確な位置や日時はつかめなかった。また戦略的撤退をドイツ総統アドルフ・ヒトラーが禁じていたことにより、第一総攻軍をソ連軍の攻勢から救うために彼ができることはもはやほとんどなかった。3月初旬。 ソビエト赤軍による攻撃はジューコフに直接指揮された第3ウクライナ方面軍集団によって開始され圧倒的な物量によりドイツ第1総甲軍は北側の部隊をドニエストル川沿いに撤退させたその後も赤軍は絶え間ない攻撃を仕掛けたがドイツ軍は3月末までこの地点で戦線を保持した 1944年3月、ソ連軍は新たに部隊を交代させ、第1戦車軍、第3新英戦車軍、第4戦車軍所属の5個戦車軍団がテルノーピリ、東で、ドイツ第1装甲軍の戦線最北端を突破し、ズブルチ川、セレト川の間を南へ進撃した。ソビエト赤軍は、ドニエストル川を渡り、ドイツ第1装甲軍を、 側面から包囲するために、チェルの淵へ、さらに進撃。一方で、ドイツ軍防衛線にできた突破口の両側面を固めるべく、狙撃手段が続いた。ドニエストル防衛線の南側面と今回、北で行われたソビエト赤軍の攻撃で、第一装甲軍は突出してしまっていた。フーベとマインシュタインは包囲の危険性を認識、撤退を要請したが、 撤退禁止命令に固執していたヒトラーはこれを拒絶。数日のうちに、ジューコフ、コーネフラが率いるソビエト赤軍は、ドニエストル川を横断し、ドイツ軍を完全に包囲できる位置に立った。1944年3月25日、ドニエストル川北岸の第一、総攻軍共闘補からの最後の連絡線は、基地で寸断された。この時点で、 第一装甲軍全体がカメネツポドリスキーを中心として包囲されていた。包囲されたドイツ軍には食料、を弾薬は2週間分ほどあったが燃料不足に悩まされていた。空軍による空輸は大雪のために妨げられ燃料補給は戦闘用車両のみとなった。その間、第二ウクライナ方面軍集団の第40軍が第一装甲軍の南側に進撃。 本格的な包囲運動と見たフーベはそれから逃れるため、ドニエストル戦線すべての部隊に南下を命令した。ジューコフは、このドイツ軍の南下を見て、フーベが脱出を企てていると判断した。ジューコフはこれを防ぐために包囲を行っていた部隊を、引き抜いてまで包囲網の南へ移動させた。 これ以降南へ突破を行おうとする独軍は増派された赤軍部隊による激しい反撃を受けることになる。風部は部隊の密度を上げるために戦線を整理して防衛範囲を小さくするよう命令した。ソ連軍が包囲を完了する直前、風部は陸軍総司令部に防衛戦を行いながら味方戦線へ起動し最終的に包囲網を脱出する権限を 要請していた。しかし、包囲が完成する頃には状況が変化していた。天候が大雪となったため、戦力を維持するための必要物資が十分に輸送されず、近隣のドイツ軍らも救援活動を行えるような戦力を保持していなかった。ジューコフは簡潔な降伏勧告を送付した。降伏せよ。 さもなくば法以内のすべてのドイツ将兵らが慈悲を見ることはないだろう。フーベは、韓国を蹴り、改めて法以下の部隊の再構築を命令した。4個総合軍団は解散され、3個集団に再編された。大ズルビ総合軍団司令官、ハンスゴリック不評大将は、ゴリック集団を、第3総合軍団司令官、ヘルマンブライト総合兵大将は、 ブライト集団、ダイリックス軍団司令官、クルト・フォンデア・シュバルリー将軍は、フォンデア・シュバルリー集団をそれぞれ編成した。包位内のドイツ軍が再編成を行っている間、マンシュタインは、第一装甲軍が、救援部隊と連携して包位網を突破する許可を得る、ためにヒトラーと議論を重ねていた。激しい議論の後、ヒトラーは譲歩して同意し、風ベに、 脱出の許可を出した。脱出作戦の経路決定には、困難が伴い、フーベは南方のドニエストル川を越え、ルーマニアへ向かうことを考えていた。しかしマンシュタインは、第一総攻軍に、ソ連軍の指向方向から外れたルーマニアへ、撤退されると、南方軍集団が必要としていた、総攻部隊を根こそぎ失い、戦線に、 巨大な穴が開くことになると考えた。これに対し西への突破を行えば弱体化していたとはいえ、ハンガリー第7軍団の戦区に入れるため、同軍団の支援のもと直ちに戦線の穴を埋めることが可能であった。結局マンシュタインは、風ベを押し切って西方への突破を行うよう命令した。第1総甲軍は、テルノーピリまで突破を行い、 そこで支援を行っている大、I、ISS 装甲軍団と合流することになっていた。カメネツポリドスキーからテルのポリまではいくつかの川、泥まみれの地域を通って 250km 以上の距離を進まなければならなかった。さらにフーベは包囲網の西側にこそ最も強力な敵の抵抗線があると考えていた。だが命令は下った。フーベは 部隊を二つに分けて西へ移動する準備に取り掛かった。西へ脱出するドイツ軍1944年3月27日、第一総攻軍の前衛は、ズブルチ側へ向けて、精神を開始し、その後に、将兵、約20万名、そして最後尾に、敵の追撃を打ち払う、後衛部隊がついた。前衛部隊の攻撃は成功して、迅速に、 ジブルチ川上に架か,かる三つの橋を占領したが、南から包囲網を奥深くへ侵入した、ソビエト第四戦車軍によって、カメネツポリドスキーを失った。この道路と鉄道網の中心の損失により、脱出するドイツ軍は、町の迂回を余儀なくされ、撤退速度は大幅に遅くなった。ドイツ軍はすぐにこの町に対して、反撃を行い、ソビエト赤軍を分断。 街を奪還して、撤退を再開した。昼夜を問わず、部隊は動き続け、すぐに、共闘歩が、セレト川上に形成された。第一総攻軍が西へ脱出している間、ソビエト赤軍のジューコフ、コーネフ良省は、第一総攻軍主力は、以前の攻撃が行われた南へ向かうと、信じ続けていた。十コフは縮小される、包囲網の北側面。 東側面への攻撃を命令した。これらの攻撃はほとんど何も達成することなく、ドイツ軍がプロスクロフまで撤退した時、赤軍部隊の多くはまだすでに独軍が放棄された、陣地に乗り込んだだけだった。西への突破攻撃の方はすでに届いていたが、赤軍首脳は決して行われることのないドイツ軍の攻撃を予想しており、包囲網南部に部隊を増破し続けた。 3月30日、マンシュタインは陸軍総司令部より南方軍集団司令官から解任されたことを伝達された。以前から続いていた激しい議論をヒトラーは許していなかったためであった。フーベは独力で仕事を成し遂げなければならなくなった。脱出に対するソビエト赤軍の反応翌日、第4戦車軍の強力な気候部隊はセレト、 ジブルチカンで北方に攻撃を開始した。南側の独軍部隊は、転進、赤軍の攻撃を阻止、その後、補給線を分断して、ソビエト軍の T-34 部隊を停止させた。ドイツ軍による、包囲突破を真剣に受け止めていたにもかかわらず、脱出経路を見誤ったことからジューコフは、ドイツ軍の脱出路を塞ぐことに失敗。 テルノーピリエの道はまだ開いていた。大雪、少ない補給、そして一度は完全包囲されたにもかかわらず、第一装甲軍は、滞こりなく、突破作戦を遂行できた。そ、カオル戦争で、多くのソ連軍部隊を壊滅させた、モッティ戦術の罠に毒軍が引っかかることはなかったのだ。脱走者も、ほとんど出ず、部隊は絶えず集団で移動を続け、 規律も維持された。これは、スターリングラードの戦い、コルスン包囲戦での混乱した状況とは大違いで、あった。4月5日までに、南北両部隊の前衛は、ストリパ川へ到着、ブチャ地の近郊で、第6軍の部隊と合流、さらにハウサー率いる SS 大通総工軍団の前衛部隊とも合流した。 二週間以上の激戦、悪天候、そして補給品の欠如という状況にもかかわらず、第一装甲軍は、損失を最小限に抑えつつ、降伏、または、殲滅をどうにかして逃れた。第一装甲軍は再び戦線に戻され、ドニエストルとブロディの街の間に落ち着いた。マンシュタインの敏速な思考と風ーの作戦計画、能力により、将兵二十万名が、 スターリングラードの再現を免れた。しかし、第一装甲軍は組織としての形は残していたが、装備と言えるのは、個人傾向可能な計画期程度のもので、それ以上の大型装備は、ほとんどが放棄され、例えば装甲車両は45両しか残っていなかった。このため脱出の成功と将兵の損失の少なさにも、かかわらず、第一装甲軍は機械化部隊としての行動は、 不可能となり、完全な再編成を必要としていた。亀熱ポリドスキー包位戦は、部隊が包囲された時、全滅をいかにして避けるかという例題として、今日、各国の陸軍士官学校で研究されている。ありがとうございます。